コルドバは、スペイン・アンダルシア州コルドバ県のムニシピオ。コルドバ県の県都である。グアガル・キビール川に面する。かつてのアトウマイヤ町の首都で、イスラム時代の文化を伝える、建築物や街路が残されている。メスキータやユダヤ人街を含む、コルドバ歴史地区は、世界遺産に登録されている。古代ローマ時代には、俗州ヒスパーニア・バイティカの首都であった。 現在でもローマ寺院やローマ橋などの遺跡が残されている。後に西ゴート王国に支配され、6世紀には東ローマ帝国の領土になった時期もある。711年にイスラム教徒によって西ゴート王国が征服された。756年に成立した後ウマイヤ朝はコルドバを首都とし、その中心はモスクであった。10世紀に アブド・アラフマーン3世とはむ2世の知世下で繁栄を遂げ、大図書館が建てられて多くの学者が活躍した。トレドと並んで西方イスラーム文化の中心地として発展し、10世紀には世界最大の人口を持つ都市となった。キリスト教勢力によるレコンキスタの進展により、1236年6月29日にカスティーラ王国のフェルナンド3世によって征服された。 15世紀末、レコンキスタが完了すると、イスラム勢力がイベリア半島から追われ、メスキータにはカトリック教会部分が増築された。メスキータ内部、電柱の森参考文献、地球の歩き方スペイン2004から2005年同版、ダイヤモンド、ビッグ社スペインの首都マドリードから高速鉄道アベニューが通っており、約1時間40分で結ばれる。また、 このコルドバでアベニューはマラガ方面とセビリア方面に分岐している。アベニューとは別に東の方向へも鉄道が付設されている。高速バスではグラナダ、セビリア、マラガから2時間か3時間である。ありがとうございます。